皆さんおはこんばんにちは、パルカルタのおさっちです。今日はスイーツを作ります。この前私動画でベルツのバスクチーズケーキを食べたんですけど、それがすごく美味しかったんで、それを参考にバスクチーズケーキを作っていきたいと思います。実はインスタにも載せたんですけど、一回ちょっと失敗っていうか納得のいくものができなくって、今回は再チャレンジレシピです。じゃあ早速作っていきましょう。パラッカルタ。チーズケーキの材料はこんな感じです。作ってみてね。まずオーブンの予熱をします。オーブンは250度で予熱し始めます。結構温度が高くて予熱に時間がかかるので、材料や型の準備をする前に必ず予熱しておきましょう。先ほど私がぐしゃぐしゃにしたクッキングシートを型にぴったり敷きます。室温に戻したクリームチーズ 200g をボウルに入れ、キリのクリームチーズを6個入れます。キリのクリームチーズはちょっとお高めなんですが、他のクリームチーズに比べてとてもクリーミーなのが特徴です。ちょっと加えるだけでぐっと滑らかになります。2種類のチーズを軽くなじむように混ぜたら、砂糖 70g を入れてヘラでシャリシャリしなくなるまですり混ぜます。ここからはハンドブレンダーを使います。卵黄1個と全卵1個を入れてブレンダーで混ぜ合わせます。普通に泡立て器で手作業でもいいのですが、ブレンダーやミキサーを使うとより滑らかになります。ちょっと面倒ですが、材料を1回1回混ぜるたびに縁をヘラできれいにすると混ぜムラを防ぐことができます。生クリーム 200ml を加えてブレンダーで空気を含むようによく混ぜ、また縁をきれいにしたら、サワークリーム 90g を加えてよーく混ぜ合わせて、縁をきれいにします。レモン汁小さじ2を加えて混ぜ合わせます。縁を整えたら、最後米粉または薄力粉大さじ1を振り入れて混ぜ合わせます。こんなに滑らかな生地になりました。ザルなどを使ってこしながら型に生地を流し入れます。ヘラで軽く表面をならしたら、250度のオーブンで25分焼きます。ちなみにうちのオーブンは250度で5分焼くと勝手に210度に下がってしまうオーブンでした。なので250度で5分、途中210度で25分、全部で30分焼きました。いい感じに焦げ目がついています。そのまま粗熱が取れるまで放置し、冷めたら冷蔵庫で5時間以上冷やします。これでバスクチーズケーキの完成です。焦げがいい感じだね。普通のベークドチーズケーキではないフォークの入り具合だよ。黒胡椒をかけてお楽しみください。じゃーん、できました。わかりますか、この滑らかな断面が。今回はかなりクリーミーな感じで、焦げもねいい感じにつきましたね。じゃあこちらは鑑賞用で、私はこちらの爪痕を刻んだものを食べたいと思います。いただきます。とても美味しい。今回のバスクチーズケーキはベルツを目指して作ったんですけど、ベルツのチーズケーキ、この焦げ焦げトロトロももちろんなんですけど、結構キリッとした酸味が効いてたんですよね。で、甘さが控えめで、やっぱサワークリームを入れた方が濃厚ながらも程よい酸味があって美味しい。特にね、このバスクチーズケーキ甘さ控えめなんで、この酸味があった方がやっぱ美味しいんですよね。ちょっとまた黒胡椒をかけて食べたいと思います。ちょっとお皿があんまり綺麗じゃないんですが、黒胡椒をたっぷりかけました。
せすぎる。ごちそうさまでした。はい、今回ねチーズケーキを連続2回作って感じたことは、チーズケーキは甘さ結構控えめな方が美味しいと思いました。私1回目作った時のレシピはサワークリームを入れずに砂糖ももうちょっと多めで作ったんですよね。そしたらやっぱこう乳製品と卵が結構入ってるからちょっとカスタードっぽいチーズケーキになったんですよ。まあそれはそれですごく美味しいし、いつもそれぐらいの配合で作ってたんですけど、ちょっとねサワークリームを使うとどうしてもコストがかかっちゃうんですけど、まあそこはしょうがないですよね。もちろんカロリーが気になったりちょっとコストが気になる方はサワークリームの代わりに水切りヨーグルトを同量加えても大丈夫です。ちょっとさっぱり気味にはなると思うんですけどね。あとキリのクリームチーズは本当に美味しい、クリーミーになる。なんかネットでクリームチーズを食べ比べしてる人の記事を見つけたんですけど、一番キリのクリームチーズがクリーミーだって書いてたんですよ。だから今回使ってみたんですけど、うん、やっぱいいと思った。そしてチーズケーキは本当に滑らかっていうのが大事だなと思った。泡立て器しかない方は最後裏ごしして焼いたんですけど、それを2回するとだいぶ滑らかになるみたいなんで、そちらもぜひ試していただきたいと思います。で今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれたらグッドボタン、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。パラカルトのおさちーでした。黒胡椒をかけてお楽しみください。